やるとするかい。俺は一体これから何をすればいいのか、いまいちよくわかってないけどな。てんてんてん。これ今あんま戦いすぎてもよくねえだろ。じゃあまあとりあえずあれだな。まだいろいろなんか言ってないところあるから、まあそこをちょっと、回っていこうかなと思うが。なんかいろいろな。なんか順番でいけっつったよな。季節の順番でいけっつった。ってことはね、王道に行けばいいの。もうそれで言ったらまあ春夏秋冬は春夏秋冬それでいいのか。もうそもそもなんか、季節の順番って、もう その順番だっけっていうのが、ちょっと今ちょっと頭が一瞬おかしくなったな。気が狂ってしまった。もう呪いがかかってるな。あれあ、こっから戻れんのもしかして。あ、戻れるっぽいな。あ、よかったよかった。それは助かるわ。ててててて。じゃあ右上があれな。右上があれ秋だろ見た感じだと。なんかいろんなのがいけるとこあんもんな。ここはあ、これが、あ、わかったかもしれない。これが春じゃねこれが春だよね。で、これが夏か、じゃあ。これ夏だな。これ夏だったのか。恐ろしい話だ。で、これで右上に行って待つと、もう順番がわかんねえな。お前ら何やってんの遊んでんのか、お前は。早くしよっか。おい、飼い主ろ、お前ら。おい、サーギンちゃんよ。早くして、こっちに。で、これだけだろ、まあ、どっちに行けばいいかわかんないけどな。まあ、次じゃあ冬探せばいいんじゃないの。あ、飛んでる。やっぱ、あいつ飛んでるぞ。また現れたな。そうか、2にも出てくるのか。とんでもない話だ。とりあえずこれ一通り、なんかぐるっと回れる感じかもしかして。じゃあこれ出たら多分左だろうな。順番で行ったらな。また今一瞬出てきたな。チラッと。で、冬だべ。で、冬でまた下の方に逃げ場の待って。ここ結構稼げ場なんじゃね？こう敵強くないよね、そんなにね。あっちのなんかゾンビがなんか、こう変なやつがいる。ゾンビとかいたやつのよっぽどなんかやばかったぞ。ミノードータンしたぞ。おし来た。これなんかあれなんじゃねえ。これ来たんじゃねえかこれ。よし来たな。で、この逆のパターンで今度、回っていけば、もしかしたらなんか隠しアイテムかなんか手に入るかもしれないけど。知らねえけど。ててててて。で、これ何があるのって。ミノード落としたって言ったよな。ここに多分このところになんか変化あるんじゃないの。おそらくは。とりあえず村が欲しいよな、村がな。それがあってくれれば非常に俺は助かるんだが。おここは来たよな。ここはあとあれだよな。元々の村だべ。なんか、どこにあるんだろう。ん？あれ、なんか話しかけてくんなくなった。俺悲しいぞ、俺は。俺悲しいぞ。ああ、鍛えてくれたまえ。たんまりと鍛えてくれ、パワーグローブ。モーグルズ、おお。名前が、さ、武器変えてみるか、ちょっと。変えてみるか、まあ、攻撃力にもよるけどな。まあ、ここまであんま変わんないのか。あ、でも、じゃあ、ムチはあんま強いと思うけど、4番ね、あ、4番やり装備してえな。やりか。誰が何装備してんだ。どうすっかね。マジでこのままで別に息は好きよな。まあ、無知でもいい気もするけど。無知にしとくかじゃ。もう結構強いしいいんじゃないの。全然見つかんねえんだけど。右の方ってなんだよ。あれこのとこあった。あ、ここなかった。帰ってきたぞ。あ、なるほど、そういうことか。右の方ってあのエリアの右の方ってことね。ないないない、村がめちゃくちゃだよ。いきなり超転換が始まったか。何かいるぞ。ボス戦かい。ボス戦かい、これはとてつもねえぞ。てか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 てれてれ、ブルブル。ブルファンゴの。もうじゃあちょっとボス戦で学んだよ。あれがいるわけ。どう、何？あいつえどうにんのあいつは戦うのどういうことえ
家の中にいんの？右？あれ、2匹いる。いすぎじゃね？なんでこんないっぱいいんの？なんでこんな大量にいんの？うおー、なんかすげえ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 。なんだあいつな、ドラクエ3に出てきそうな、なんかあれじゃねえか。そうだ、回復してねえ。なんでいつも回復してねえんだ、これ。もう終わった。おい。お前、どこ攻撃するんだ、これ。ふざけんなやつ、おさえのやつ。なんか混乱そうな、大したことねえな。だって、これ操作逆になるだけじゃん。え、これどこで攻撃するんだ。え？何事だいって。そうだ、ニキータに頼むか、ちょっと。なんか回復、なんか魔力回復するやつあったよな。まあ、そういう感じで頼むよ。何これ、もしかしてこのなんか上から攻撃するって感じ？ベーン。おい、全然当たんねえぞ。おい、一体これはどうなってるんだ。めちゃくちゃだよ、これ。まあ、もしかしてそれか、まあ、それかあれですよ。遠距離のあれが効くっていうパターンで、ね、ちょっとまあそれ試してみないと分かんない。おれ、おい、動くな、お前。今当たったな。どこだ、これ、当たり判定。足か、これ。あ、近づくとなんかある。あ、なんか当たり判定あるじゃん。じゃあ、それでちょっと頑張ってくれたまえ。頑張ってくれたまえ。じゃあ、でも適当に、じゃあ、やってくれればいいよ。どうする？じゃあ、もうこれでいいや。適当にやってくれ。あれ？俺装備変えたよね、今の。行かれてやがる。俺なんでこう、なぜお前の装備が変わってるんだ。俺にはもう訳わからん。もう俺の頭も混乱してる。一体何がどうなってんだ。おい。俺は今誰を操作してんだ。あれ？俺をどうするつもりなんだ、君たちは。だからよ、なんで装備してるんだおめえは。あ？めちゃくちゃだもん。よし、行くぞ。このわけなくなって、これ多分キントとなってるよな。聞いてないんじゃないの、知り合いがついた。もう帰ってもいいでしょ、これ。もう帰るわ。帰れね。攻撃が当たらんぞ。剣が効かないのか、これ。マジでどうなってんの一体。もう帰らせてくれ。さあ、ぶちのめすぞ。今日はもう完全にぶちのめしに行く。俺は、あ、これでいけんじゃねえ。これだ。よし。まあ、シンプルが一番いいっておったな。なんだかんだで。これで寝たらじゃん。強いな、スピア。ダメージ取るじゃないか。もうこれでひたすら俺はもうちま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 やってる。あ、そうだ。直訳させたの。だったらよ、ぶちかましてよっこらよ。俺がよ、なんでだ。一体どういうことなんだ一体。ベレ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 。よし、行ってこい。バカみてえに、バカみてえにってこ。俺がなんかもう学んだ戦法だ、これは。なんかもうめっちゃ食らってんじゃねえか、なんか。これなんかあれ、ちょっと時間経ったらなんか普通にこれ連発できんの。これやばくね。いや、これちょっと。これはちょっとひどい気がするな。これはちょっとよろしくないんじゃないのか。俺はあの、なんかもうさ、俺は とてつもない、同じボスと何回も戦ってなんか俺はな、発見してしまったんだよ、あの技を。あれ、終わってしまった。そしてレベルを上げすぎたかもしれん。ちょっともう生きり、かなり生きり立ったから、もうブルワンゴーみたいな。全力疾走した後にちょっと家に帰ってきて、そのままちょっとレベル上げにしたかな。息切れ立ちすぎたかもしれん。よし、何もすね。これでいいのか、いいのか、本当に。帰れ、帰るバカ野郎か。頼む頼む。お、来た。もう一発で行かなくなってきたな、なんかな。あ、これで上に行けるってこと？もうなんかもう、あんだけ俺も卑怯な技を使、なんかもうなんて使わされた俺もなんかあれだな。俺も卑怯にならざるを得ないな。どんだけとか感じだけど。え、これはダンジョンなの？
おお、なんかちょっと不審者がいるな。一回ちょっと話しかけるわ。何だよ、じっちゃん。おじびかい、そうだよ。俺だ。ボラオだ。風の吹き時に来たのじゃ、そうか。やられたけど済んだのか、それはちょっとまずいな、他の者たちは。どっかできてるよ。うん。マナと共にある、うん。イニシエの悪魔再び、やっぱそうだ、悪魔スワやったもんな、あそこで。俺は知ってるぞ、ちゃんと。あそこの神殿でよ。角が2本あったらな、悪魔の印っていうあれがあるんだよな。恐ろしいことを知ってしまったんだ、俺は。それがそういうことだ。守ってみせるよ。子分もいるし、まだ言ってんのかな。風の精霊もさすけど、風の陣、風も来たか。頼んだぞ。今後ともよろしく。そうだな。死の力を得た。ディテクト、反応する魔法を使う精霊がわかる。反応する魔法、ディテクトってなんか検知とかそんな感じだったっけ。なんか意味合い的にはライブラか。またんご。ケノコ。竜の穴という洞窟がある。伝説の白い竜が住む。おお、なんかやばそうなあれだな。奴の力が必要になるはずじゃ。うん。そうか。疲れた奴は戻ってくるんぞ。これぐらいじゃ。回復してくれんのもしかして。おっと、助かる。そう、マジか。ありがたいな。あ、じゃあこれでやればいいね。よーし。共鳴した。まあ、ジオジオはまあ進んではいるんだよな、とりあえずな。なんかラーミアなるっぽいな、ここなんか。ドラクエ3の。オーブがなんかおいでよ。一体何を言ってるんだ。てボスはじゃあ普通に戦うか。ボスは普通に戦って、あれだな。ある程度普通にやっても、ああいう感じだったら、もうちょっと俺も卑怯な手でちょっと行かせてもらって、そういう感じですか、じゃあ。おお、これ入れんの、これ。あ、これ入れないんだ。てか、めっちゃ飛んでるな。な、ずっと思ったけどさ、さっき。あれ、なんなの、マジで。なんか、ちょっとチラ見程度でなんか来てんのかなと思ったけど、そんなことなかったよね。結構ガンガン攻めてくるっつうか、なんか。ここはあれか。ちょっと寂しいね、なんかこうやってなんかなんもねえとな。悲しみで満ち溢れている。悲しみで満ち溢れてるところ、俺一体どこに行けばいいんだって。あ、そうだ、俺ずっとなんかうろうろしてたんだけど、なんかどっからだったかな。ここか、どっかしらに、あ、多分ここかもしんねえ。なんかあったよ、なんか。あ、多分これだ。で、おそらくは、ジン。エアブラスト。強そうじゃん。エアブラストってなんかあの、真珠使ってなかったっけ、あれや。3のさ。エアブラストかな。パターンでいったら、これなんじゃない。おお、いった、これだ。で、ちょっと武器取り替えるか、じゃあ。ていおい。これでやりたまい。キャタピーが。この当たるとめちゃく、飛ぶな。あ、それ弓か。あなた弓を使ってるのね。どうすっかな。あ、無知でもいいし。適当にやってくれたな。おー、行くぞ、俺は。引っかかるな、お前。頼むか、こっち来てくれ。こっちにおいで。わかったかい。うん、わかった。そうか。俺の実家の鳥がなんかそういう感じでいつも喋ってくんだよね。だから俺いつも会話してんだ、そうやって。実家にいつも帰る鳥が待ってるから、いつもそうやって会話してんだ。あのテンション俺にもよくあるんだよ。おい、何を言ってんの。ここは何なの一体。もう散々バトルしまくったからもう十分だろう。てか多分レベル結構高いと思うよ、俺の予想だと。多分水晶レベルの多分2、3、下手したら5個ぐらい高いかもしれない。もしかしたらな。ちょっと俺があまりちょっと生きり立たないようにするしかねえな、これは。もうそれしか方法は残されていない。そうすることによってあれだな。俺がちょっと無謀ってか恐ろしいことしなくて、手つけなくて済むかもしれない。あ、これやばくね？これやばそうじゃね？あ、回復してねえわ。あ、回復してくれてんのか、そういえば。してくれてる可能性はあるな。竜がいるっつったよね。あれなんじゃないの、戦うんじゃないの。
知らねえけど。行くとするかい。お、ダンジョンか。おお、なんだこいつ。ボールベア、またボールモールベアできたか。ほら、あれこれ言えないじゃん。あれ行けなくね、そもそも。あ、こいつ倒さダメなの。いや、斧か。あ、斧使う可能性があるから、ちょっと使ってみるか、じゃあ。久しぶりにな。おい。この音いいな。おお、この、バーンと音いいな。ここ、なんか、ブーンってひっくり、なんか、なんつうの。ブーンって鳴らしてからの、みたいな。あ、これでいけんじゃん。なるほど、これ。なるほどね。これでいくのか。え、どっち、どっち、どっち。あ、こっち、こっちあれか、湯止まりか。無駄に消耗したな。もうなんか敵もあれだろ、もうある程度もう。え、なくて、お、これ、何、何、何、これ。おお、キノピオか。マタンゴ、ここで。とても素晴らしいね。あいつのことは、マタンゴ。なんじゃ、ここ。山のマイコーニョたちが平和に暮らしているよ。あ、そう、あいつは敵だもんな。でも、こいつら、なかなか面白いじゃん。弱い接続。北の独占の中にそのまま戦えない。トリフォー。あれ、俺、どこ逃げてたっけ、なんか。さっきなんか、おきよ。おい、言いすぎだろ、ちょっと、住人がよ。わかるのことな。そうか。一発、このなんかないのね。武器屋とか、そういうなんかさ、アイテム補充とか。最近ねえんだよな。よくわかんねえ、俺に。びっくりしていてね。ほほほ。王国だからなんか城かなんかあんのか。あ、なんかありそうだね。おい。そうか、そんなに強いの。まあ、主人。激しいな。そうか、真摯にしてくださるのか。それは助かるな。おお、あった、道具屋。やっと来たかな。結構なんか長かった、長かった。てか、まあ、あいつが持ったけどさ、あいつ。ニキータが、売ってはくれるんだけどな。まあ、これはありがたいわ。なにこれ、ブルーバンド。派手なつなぎ。ああ、もうこれ、多分、一式買っていいんだろうな、きっとな。あ、これ売ってんじゃん。お、ついに売るようになったか。あ、これはありがたいね。じゃあ買うわ。よくわかんねえけど。まあ、あるんだったら買った方がいいだろう。あの、多分、こうぐらいより、今装備してるやつ多分高かったよな。派手なつなぎ。3人とも装備できんの。まあ、別に楽だからいいけどさ。まあ、どのぐらい上がるのかっていうなんか、まあ、これは一人だけなんだ。なるほど。羽帽子、羽帽子どうなん。あれ、羽帽子持ったっけ俺。なんか持ったような気がするんだけど、確認してみる。この野生的な、このな、音いいな。なんかヘッドギアでよ、めちゃくちゃ上がんじゃん。くるって上がってんぞ。もうめちゃくちゃ多くなってんだ。うわ、すげえ。え、全然違う。防御力全然違えぞ。これはとんでもない。これ結構上がるんじゃない？これでもなんか楽なんじゃないの？戦闘。よくわかんないけど。あ、羽、あ、めっちゃ上がんじゃん。羽星買った方がいいわ。あ、そう、バンダナと勘違いしてたわ。じゃあもう一個買うか、じゃあ。これいいじゃないですか。素晴らしいじゃないですか。いや、めちゃくちゃ上がったぞ、今。でもね。7ぐらいだったよ、彼の。彼の防御力。ボボンガの防御力だよ。お、広そうだね。この辺にいる。俺はまずいろいろちょっと見なきゃいけないんだ。てか、めっちゃキノコいいんだけど。あ、そうなの。この先危険？こっちが危険ってこと？あの下が危険？ここあれか？宿屋か？お、宿屋っぽくね、こう。やった。これは嬉しいな。50ズームなんか物価上がったね。でもお金もだいぶ溜まってきてるな。なんかお金だ、あれだな、溜まってきたな。おー、こうなんか寝心地どうなんだろうな、こういうの。バリバリしてそうな感じですけど。てぇ。恐ろしいわ。トゥクトゥクトゥントゥクトゥン。俺は遊んでくっからよ、俺。あ、これもしかしてあれか？話を聞いたの。あ、お前ついてきた、もしかして。おぉ、ズームついてきたな。待ったのか、そうか。あの、こうやって行ったるところにあれだね。やってくれるの嬉しいな。はい。鉄のブーメラン。これは？ロングボウ。インパクトは草薙の剣とか、なんか4話のやりは結構あるけどな。名前的になんか普通だよな、今のところ。まあ、これから来るかもしれないけど。とんでもない名前が。おお。なんかやばいやつがいる上に。
大空10に飛べたらしいんだ。とんでもねえな。絶滅してしまったらされている。白い竜。はいはいはい。戦うのかな。戦うんじゃねえそう。うん。真珠とは違うみたいな。あ、そうなの。まだいっぱいいるのかね。黒いやつも飛んでるだろ。わけなく、あ、黒、黒くなく、え？別の、別のなんかもっと恐ろしいやつの話をしてんのか。黒が大変だ。そうか、俺この攻撃なんだよ、俺。あ、めっちゃあるじゃん。じゃあ、王様から話しかけるわ、とっとと。待ってたって、なんだろう。伝説があるんだからいいか。なんで。どういうあれだよ。ん？ああ。制限携わし人の子の勇者現れ国を救う。なるほど。分かってる。分かってんだからさ。大蛇と戦ってみたんだ。大蛇？一回右の出口からだ。ああ、そこね。危険って言ったところか。まず洞窟に向かうぜ。どう？その電車は何なんだ。上の階の宝箱。お、これでなんかあれかなんか。この国好きだな。俺今んところ一番好きかもしれない。聖剣伝説でなんか今んところ一番気に入ったぞ俺。この国は。1個しかねえじゃん、だから。おっと、スピア。スピア好きなんだよ、ね、結構な。ててあの曲はだんだんなんかあのボス戦の曲はあれだな。なんかだんだんちょっと癖になってきたな。あれちょっと頭の中に流れてる。デルルデルルってなる。あれ強烈すぎだろ、なんかあの曲。ビビったもんな。もう何事と思ったもんなんか。よーし。お、いい感じじゃん。もう落ちたらやばいじゃん。セックアウトからな。スパスパ、ちょっと話しかけてない。洞窟の多分そんなあれだろ、なんか。ダンジョンそんな長くないんだよな。でも結構戦いまくったからなんかそんなになんか今んとこ戦うっていうあれがねえんだよな。まあ敵のちょっと様子を見て。あ、まあお前か。お前だったらまあいいだろ。あのカニはそんなあれなんだよな。いや、あのカニ強いんだ。あのカニは強いんだわ。結構時間かかるんだよね。おーい。ここ引っかかりやすいぞ。引っかかるの止まんねえな。これなんか呼べ、ほんと呼べるやつあればいいんだよ。落ちれんのか。まあ北の方だろ。知らねえけど。おおお、なんだ、ダンジョンか。こっからダンジョン。トゥ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 、いろいろ飛んでんな。すごいな、なんかあのわけなかんの。てててて、おーい、こっちへ来いや。あいつが邪魔してんじゃねえか。ずいぶんでかい敵が出てきたな。なんかてててててん、落ちれんのか。この曲もいいよな。自然のあれを感じる。うほっほ感じる。上か下か、下から行ってみようか。じゃあ、こっちあれ、おお、なんもねえ。あ、これあれじゃねえか、あれだ。あそこ多分無知でいける。俺の予想としては。やめんか。暴れておる。もう何、自分何やってわけわかんない。さあ、おいで。さあ、来たまえ。てててて。ほいほい。あれ、違うの。あ、そういうあれじゃないんだ。嘘？ああ、合ってんじゃねえか。ただ場所が違っただけか。場所っつうかなんか。おーい。いがれ狂ってやがる。俺が呼べばいいのか、むしろ。俺が呼べばいいんじゃねえか、なんかもう突然。なんでそっち行くの、おめえは。そういうことか。なるほど。そういう手があったな。じゃあ今度からその方式で行こう。なんでじゃ。めちゃくちゃで今なんか。ちょっと今いろいろおかしかったよな。ててててまあこれでボス戦のトトロなんかもあれだけど。回路中できればいいけど、なんか変な手出てきたら。お、なんか結構広いね。広いっつかわけわかんねえな。俺が言ってるところ合ってんのか。はぐれたら、そうだな。はぐれたらじゃああれだな。俺が、こうなった持ってくれんだ俺。交換してよ。交換していよう。てん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 
そういう方式でいこう、これは。あ、ん？これなんだ？これ魔法使うパターンか。ちょっと待って。あんま使うとあれなんだよな。まあ多分一応風だろう。風なのかな？違うかもしんないけど。まあ、一応やってみようかな。なんか出てくれればいい。ヒントみたいな。出ねえか、そういうのは。反応してない。反応してないよな。ぶっ壊れるよな、確かな。ノームか。ダイヤミサイル。なんでも結構いけるもんだな。これも違うのかな。ええー。氷じゃねえだろ。スキルな。アースクエットかな。いや、これも違うな、多分な。え？よく出ました。あ、そういうこと？これわかんないな。マジか。今くずや。これは右からちょっと突き変わってね。あ、これ左からいけるなって押して。そういう感じか？ややこしいな。あれ、こっち戻ってきてるもしかして。おおお？教官戻ったのか？変わったのか？よくわかんねえな。てててててなんかもう俺がどこにいるのかさっぱりわかんねえよ。もう迷子、完全迷子だろ、これ。もう迷子極めてるぞ。あれ、上と下感じ。あれ、こっちは。おーい。あそこはどうやって行くの？なんか変な道の。ん？これはなんかあれ？これぶっ壊せる？なんもないの。怪しいけどな、ここもな。あ、でもこう来てないよね。こう、見たことないもんな。見たことないってことはじゃあ来てないってことか。じゃあそう考えていくしかあるね。じゃあ多分ここも来てないんだろう、きっと。ここもマジで？マジで行ってる？あ、見て、あ、見たことないな、ここな。来てないわ。ここまで来たらあれだぞ。ちょっとクリアしたいな、ここまで。うわー、これちょっとあれだな、ちゃんとクリアしたいぞ。まあどうなるかしらね。あ、こう入り口のとこじゃん。これ、ぶっ壊せないかな、これ。ダメか、ぶっ壊せないのか。これ入り口のとこだ。ちょっと頼むわ。おーい。ててててしかしなんか見覚えがあるような気もするんだから。なんか同じことずっとぐるぐる回ってねえかな、これ。ぐるぐる回ったりしてな。ブル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 。ブルファンも。マジで本当に回ってんじゃねえか、これ。あれ、俺戻ってきてないなんか、むしろ。なんだと。俺は自分が見たものが信じられない。ここが今、あ、ここのクリスタルのとこだったんだよな。クリスタルっつうか、クリスタルオーブか。あった場所で、俺どっから行ったんだ、俺。ん？ここは？あ、ここ記憶にねえぞ。あ、ここだ、多分ここだ。うお！マジか。いきなり始まってしまったのか。ブレブレブレ。じゃあ、サクッと終わらせるか、じゃあ。おー、ヘビがいる。なんかヘビ戦ってるって言ったもんね。ちょっと魔法ぶちかましてみるか。どのぐらい効くのかっていうのは。あ、もうちょうどいいんじゃないの？知らないけど。もうそんなねえからな。MP が。てててて。ブレブレ、全然食らってねえじゃん。全然食らってねえぞ。あ、あれ使うわ。そう、せっかくジンの魔法使わないとな。デュルデュルデュル。ボス結構いるよな。俺。エアブラスト。何言った？そこそこには食らったか。サンダーボルト強そうじゃない？あの、使ってみてな。サンダーボルト使うか、じゃあ。4も使うのが結構強いだろ。銃撃全然食らってんじゃん。魔法効かねえ感じだぜ。よくわかんねえけど。よくわかんねえけど。ててんててて。じゃあ、ここからじゃあ、成功法でいきましょう。まだもいけるだろ。てか、魔法強いな。こいつは、たまたまか。そんな、ま、食らってなかったけど。食らうやつにはめっちゃ食らうからな。200とかなんか。まあでもなんかレベルが上がったりもしてるもんな。ちびっこになった。ほう。いつの間にか。しかも死んでるし。
俺も死んだ。俺もちっちゃくなってるってもないか。あ、こっちの見てねえな、そういえば。サンダーセーバー。バルーン。あ。これやるべきだった、最初に。これなんだ ?840。おお、すごい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 。840。雷には、雷か。なるほど。あ、これちびっこ。あ、これ、ジローじゃ直んねえのか。なるほど。これをつかなきゃなんだ。ブレ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 。癖になるな、なんかもう。この曲が。俺、この曲呪われそうになっている。もう850だから、そんなにいいの。雷でも、雷でもさっきあんま聞いてなかった。なった気がしたけどな。あ、これでやったらいつも勝てんだ。俺。じゃあちょっとぶちかましていくかじゃあ そんなに積極的な攻撃をしてこないからなんかあれよ125だからこれをたまた6回ぐらいやれば勝てる。あ、普通にこれ殴っても強いかもな。来い。ほっ当たった。あ、向こうやられたのか。こちら側が勝手にやってくれ。あとこちら側が止まらないことを祈るしかないな。ただこいつフラフラしてるだけじゃねえか。だんだん可愛く見えてきたな。こっちの方がやりやすい気がするじゃないか。でんでんでん。踊れ来い。踊れ来いよ。なんか本気出してくるのか。ちょっと本気出してきたか。もうそろそろだろ。あ、いた。動くね。一切動くんじゃないぞ。わかったな。けどバンパー。お、これもしかして来たんじゃねえか。行った?パワーがアップしたってことは、あ、いた可能性はある。いけた。多分いけたな。あとレベルが上がるもある。レベル上げとけばとりあえず上がんねえかな。上がんねえ、まあ、そんななんつうの。上がりにくくなるつうの。一体何を言ってるんだ私は。まあ、察してくれそうぐらいのことが。この先に何が待ってるのか。あばよ。